汚れちゃうじゃないですか。仕方ないな。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action! いいですね。もう逃げてないよ。もう逃げてないよ。もう逃げてないよ。いいですね。このまま行きたいですよ。いいですね。このまま行きたいですよ。本気で行きます。いいですね。このまま行きたいですよ。なんとかなりそうかな。Mine win. Level 2. Action. これから。なんだろう、この人すごく嫌な感じがする。どこかで会ったことが。うん、気のせいだよね。
どいてもらえないかも。仕方ない。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action! Counter! このまま行くよ。そのまま寝ててくれないよね。My win! Level 2ありがとうございました。失礼します。これが第11素体。テイガーさんと同じ模倣事象兵器。でも、あんまり似てないんだね。空間がずれてるんだ。これじゃマップも通信も使い物にならないよ。この分じゃあの人を探すのにどれくらいかかるか。え、あそこにいるのって確か。あの、すみません、元第七機関のライチン・フェイ・リン博士ですよね。そうだけど、どこかでお会いしたかしら。私はマイン夏目と言います。九重博士からあなたのことを聞いて。九重博士も？そう、なるただの連絡役ではなさそうね。私に何か用かしら。教えてもらいたいんです、デリウス・クローバーの見どころ。創生機構で共に働いていたんですよね。レディース博士の居所は？一つ聞いてもいいかしら。どうして彼を追っているの？私の友達を守るため。それ。友人のため。そう。いいわ。でも。簡単に教えるつもりはないわね。力づくで聞いてみたらどうかしら。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action! はい、いた！力づくって！これが私の全力だ！全力でいくわ、ラブス！全力づく！Yeah!
か分かりませんが、そろそろ飲めません？あら、残念。もう気づいたの？気づくも何も。ごめんなさい。あなたが本当にあのレディウス・クローバーと対峙できるのか試させてもらったんだけど、合格みたいね。なら居場所を教え。でも悪いことは言わないわ。彼と関わるのはおやめなさい。見たところあなたは少し変わっているみたいだし、レディウス・クローバーは人間を研究材料としてしか見ない男よ。もし彼に興味を持たれたら危険だわ。ありがとうございます。でもやっぱり私はレディウス・クローバーを探します。私の大事な友達のために。そう、意志は固いみたいね。いいわ、心当たりのある場所を教えてあげる。でもくれぐれも注意して、私の言葉を忘れないでちょうだい。ありがとうございます。勝負は専門外ですね。よろしくお願いします。 The Wheel of Fate is turning. Rebel 1 Action. キリヒト家とも違う動き。これが琥珀家の暗殺術か。Rebel 2
何かに反応して。嘘、これってまさか教会の力？知らないけど、分かってるよね。私は前を止めるよ。ノエルは椿と同じ大切な友達だから。私はあの男を、ベリースクローバーを知ってる。あんな危険な男を前には絶対に近づけさせない。まこと、心配してくれる気持ちは嬉しいけど、ごめん。私にも理由があるんだ。レリウス・クローバーにどうしても確認しなきゃいけないことがあるの。だから今ここで立ち止まるわけにはいかない。 The Wheel of Fate is turning. Level 1 Action! やったー！レルバーどうしたの？もう降参かな？マイウェン！パーフェクト！レベル誠はあなたを心配してくれているんですね。感謝こそすれましてや殴り合いだなんて老害ですの。あ、はい、ごめんなさい。誠、これ私も前のサポートは私がしますから、そんなに心配しなくても大丈夫ですの。レディウス・クローバー危険な人物です。だけど私も前もムザムザ敵のいいようにはさせませんのよ。カシュン、わかった。だったら私は二人を信じる。だけど何かあればいつでもすぐに駆けつけるからね。うん、ありがとう、マコト。カジュンもありがとう。私はただ私の最高弟子のガリアスキラがどこまで通用するのか確認したいだけですの。その相手がレディウス・クローバーなら
実験するにはこれ以上ない対象ですが、理由はそれだけですよ。うん、でもありがとう。
人の話を聞かないのは相変わらずか。でもそんなに表情が豊かになったんだね。よかった。お前ブナたちのことを知ってるのか。あ、僕たちはあなたとは初対面のはずですけど。知らないが、邪魔はやめてもらおう。メリウス・クローバー。ほう、私を知っているのか。それだけじゃない、一度会ってるけど。そっか、興味ないものは覚えてないたちだっけ。私をここに呼んだのもあなただ。あの器は今面白い状況にある。私の観察対象に余計な手を加えられては困るのでな。面白い観察対象だって。私たちのこともそうやって物扱いしていたのか。避けるな。やっぱりお前は倒すべき敵だ、メリウス・クローバー。 The wheel of fate is turning. Rebel 1 Action。 なんだ、なんだ、面白い。これなんだ、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 終わりだ。器たる素質を宿しているか。だが不完全のようだな。え、違うか。望んで不完全となったようだが。うるさい、その目で私を見るな。
私たちは物じゃない。いいな、物だ。すべての人は物であり、観察対象でしかない。そのために士官学校も、そのために作ったのか。ふん、そうか。確かお前は魔導書になり損ねたものか。だがその魂は女に寄りすぎた。いや、それが不完全となった理由か。なかなかに面白い。答えろ、士官学校は。お前に少し興味が湧いた。いいだろう、お前の言う通りだ。あの場所は魂を観察するため、術式適性の高い人間を一箇所に集めるため設立した。一箇所に集めておいた方が観察の手間も省ける上、いろいろと都合がいいのでな。それに相互干渉で面白い魂が生まれるきっかけにもなる。貧富の差も種族の違いも分け隔てなく、術式適性の高いものだけを集めたのはそのため。つまり全て実験のためだ。お前も教師もあの場に存在した全てのものは、私にとっては実験道具に過ぎない。それにナンバー12が人との生活でどのように変化するのか興味があったのでな。確かノエル・バーミリオンと言ったか。許せない、お前だけは絶対に許せない。お前だけは無駄だ。体が動かない。これは一度でも魔導書となったものは絶対に私には勝てない。ケリウス・クローバー、なかなかに面白い魂だ。成長を期待しているぞ。そんな急に起きちゃ。マイ、大丈夫ですの？ごめんなさい、私が油断したばかりに。カジュン、と、君は？彼女はライチ・フェイリン博士の助手ですの。ライチさんの？そうだよ、ここはライチ先生の診療所。あんた重傷で運ばれてきたんだよ。診療所？そうか、私レリウス・クローバーに。やはりあの男に会ったんですのね。レリウス・クローバー、あれは危険だ。絶対に止めなきゃ。みんなのためにも止めないと。あの男だけは好きにさせちゃいけない。マイ、でもどうするつもりですの？ここの絵博士たちと合流しよう。私たちにできることが何かあるはずだよ。あの男の目の前で滅びを起こさせるわけにはいかない。私たちもみんなと一緒に戦うんだ。